牧野忠史長は、江戸時代中期の大名。創社版、寺社奉行、大阪城代、京都諸市代、老中。北地笠間藩主。成里家牧野家五代。下には、十四人下、自重、備中神、貧乏神。牧野市五代の牧野貞道の五男として、江戸邸に生まれる。陽名は、道五郎といい、後に沢沖縄と称す。五男であったが、 長兄の忠だが、越後国長岡藩主となり、次刑のさだが早死にしたので、寛延2年に、笠間藩主氏となり、家督相続した。法暦9年に創社番となり、安永6年に、大阪城代、天明元年に、京都諸子代と累進した。1784年から1790年に、かけての7年間、老中として、江戸幕府の数期に参画した。 政治的知見は、父、貞道に譲らず卓抜で、物事の決断を明確に処理し、稀に見る為政者であると尊敬され、老中在任中は、極めて適切な政策を、次々と立案、進言したので、将軍、徳川家治家なりからの信頼も深かったと言われる。また、慈愛心が深い人物で、格老であった時に、多くの講師、義母を表彰した。 完成8年9月、64歳で病没。江戸深川の養親寺に埋葬されたが、現在は改装して、笠間市笠間の西願院にある。ありがとうございます。